はい、皆さんこんばんは。聞こえてますでしょうか。聞こえてるのかな。多分大丈夫だと思うんですが、すいません、なんか10時半とか言っといてだいぶ遅くなりましたが、始めていきたいと思います。もし聞こえてないとかあれば言ってください。あと 音が大きいとか、なんかピアノだけ聞こえてくるとか、あったらですね、このチャットかな、言っていただけると嬉しいです。さて、今日何にしようかなというところで悩んだんですね。実はその曲決めで遅くなっちゃって、必死に譜めくりがいらないようにコピーしたんですけど、まあクラシックも入れながら、 あと何でしょう、ディズニーとか、ちょっと今回ジブリはやらないようにしようかなと思うんですけども、そんな感じでいきたいと思います。でもまあ、もしリクエストとかあったらですね、できるかは分かりません。一応ここにディズニーとジブリと、あれ？ジブリないな、ディズニーだな、ディズニーはあるんですけど、なんか希望とかありますかね。星に願いを昨日弾いたけど、これちょっと違う、なんて言うんでしょうね、編曲。あと、いつか王子様がとか、いろいろあるんですけどね。ホールニューワールド昨日弾いたよな。パートオブニューワールド弾いたな。まあ、なんかあったら言ってください。じゃあ、1曲目。この前、いつだっけ？金曜日に言って弾けなかった曲がありますよね。西村由紀恵さんの楽曲。前回少し紹介したんですけど、いつだっけ？小学生の頃かな。ご本人の演奏会、まあ、地元にちょうどいらしたんで、そこで初めてね、こう聞いたんですけども、それを弾いていこうと思います。どれにしようかなっていうとこなんですけども、弾けるかな。まあ、やっていきましょう。じゃあ1曲目、散歩する道ですねという曲がありますので、それを弾いてみたいと思います。弾くのは多分その中学生の時ぶりだと思うんですけども、はい、弾いていきたいと思います。
しょうか。すごく綺麗な曲を書く方で、まあ大好きなんですけどね、リラックスできるかなと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。うるうるしてんのかなこれ。すごく綺麗な曲書く方なんですよね。でそんなに、まあこの楽譜いつだっけ、出版2001年初版、20年前、うわちょっと待って、20年前のあの楽譜なんで、ちょっと今弾きながらあれちょっとここ音どうなんだろうなって思ったところはあったんですが、まあでもそれでも綺麗な曲ですよね。癒しというか、まあそんな曲をお届けしました。まあ、多分西村由紀恵さんと言っても曲がここにある曲がね出てくるとは限らないんで、ちょっとここはどんどん行こうと思います。はい、次、次どうしようかなと思っているんですが、あと何曲あったかな。あー、これもいいんだよね。心癒されました、ありがとうございます。いいですよねこの曲。こういう曲作りたい。まあ、自分で作った曲実は何曲かあるんですよ。あるんですけどね、ちょっとなんか納得いってないところがあって人前に出すことは全然ないんですけど、最近は、はあ、こういう曲を作りたいですよね。さあ、じゃあ次の曲に行こうと思います。まあその自分で作った曲は、まあいずれ機会があったらちょっと出すなら出そうかな。もう一回ちょっとこう考え直してね、ちゃんと、やって出そうかなと思います。はい、じゃあ次同じ、西村由紀恵さんの曲からどんどん行きたいと思います。次は、これはなんだ、答えはあなたの中にだそうです。なんかすごく意味が深そうなタイトルですけど、前半は旅人がさまよい歩いている様子、途中からは答えを見つけて確信を持って歩いているイメージですという本人の、作曲者本人のコメントが書いてありますね。これ弾いたことあったかな、ちょっと覚えてないんですけど。まあいいや、行きましょう。はい、では答えはあなたの中にです。
常にシンプルなんですけどね、あのなんて言うんでしょう、ちょっと専門的に言えば和音が、この和音のぶつかりがいいんだと、多分、音楽やってる方がもしも聞いていたらそう思うんじゃないでしょうか。なんかめちゃくちゃスタンプ顔文字シンプルだからこそこう、なんて言うんでしょうね、いいっていうのかな、そういうのがまさに出ているかなと思います。いや久しぶりに弾いたんですけどね、やっぱりいい曲ですよね。多分久しぶりだったと思うんだよな、この曲は。あんまり弾いた記憶が、まあ弾いたって言っても自分で弾くだけなんですけど、ないのでね。さああとなんだっけな、どれか、キュンが追いつかなくて今日はしんどいねキュンが追いつかないですか。追いつかなかったら、まあ追いつかなくていいんじゃないのかなと思ったりさあ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 、あと何やろうかな。ページがねめくれるやつじゃないといけないんですよね。なんかちょっとこうね、ジャズテイストのやつもあるんですけど、まあ、それはまたいずれ弾いてみようかなと思います。結構面白い曲作ってるんですよ。するので、まあこれのさっき言ったように古いんで、もっともっとたくさんね今あると思うんですけど、曲がまあいずれだんだん弾いていこうと思います。じゃあ、あともう一曲くらいやろうかな。ちょっと待ってよ、これめくれるかな。いけそうかな。じゃあもう一個だけいきましょう。これはタイトルが自由への扉、自由への扉、ですね。これは作曲者のコメントがあるので読んでみましょう。扉の向こうにはきっと自由が待っている、その扉を開ける勇気をいつも持っていたい、そんな思いを表してみましたと。なるほど。これも和音が非常に綺麗な感じですね。あの楽譜を見てる感じからすると、さあ、前回も言いましたけど、本当に練習せずにやってるのでごめんなさいね。変な音が時々鳴る可能性が高いんですが、まあちょっとすいませんそこはさて、じゃあ行きましょう。西村由紀恵さんの楽曲で自由への扉です。Thank you.
はい、こんな楽曲でした。どうですかね、この曲また別の良さがあると思うんですけど、なんて言うんだろう、やっぱ和声、和音ですね、響きすごく繊細というのかな、あのポップス、ジャズとかやってるとテンションっていう言葉使うと思うんですよね。テンション、あのテンションって、あのテンションが上がってきたあのテンション、まあ一緒の感じですけど、あのなんていうんですか、例えばどこだろうね、どこだろう、ちょっと出てこない、あ、こういうところ、あ、じゃあこの辺とかも語り出したら多分止まんないですよね、きっと和音に詳しい人は、あ、皆さんありがとうございます。胸いっぱいです、しんどい、拍手パチパチ、自由への扉が開かれました、お、拍手ありがとうございます。ね、なんかこの癒しっていうのはすごく今大事だなって思っていて、まあ、こういう曲を選んでるんですけども、もしまたこの西村由紀江さんの楽曲、今後弾いていってほしいとか、なんか逆にいいんですよ、誰でも、この曲とかってあれば、まあ、準備可能な限り、可能な限りねしますので、あのこのチャットっていうのかな、書き込んでいただけると後から確認をするようにします。今見ても忘れちゃいそうなんで、さあ、じゃあ西村由紀江さんは今日この辺りでいいですかね。もっとやれってあれば1曲ぐらい探しますけど、どうでしょう、曲がね、どれがいいかなとか、どうしようまたなんか顔文字が飛んできましたが、どうしましょうかね。他のとこ行っていいですか、映っちゃっていいですか、曲作曲家というか、どうしようかな、弾けそうなやつがあれば弾くんだけどな、いけるかな、ちょっとこれちょっと音が、ちょっと待ってね、あ、これならいけるかな、これはもしかしたら、なんだろうな、何歳以上かな、だから2001年だから、20歳じゃ知らないんだ、だから僕ぐらいの年、20後半ぐらいになっていくと、もしかしたら聞いたことがある曲かもしれません。なんか NHK のテーマ曲になったらしいです。
って本当弾けるかな、ちょっと待ってね。よし、じゃあ行ってみましょう。これだけやって西村由紀恵さんの楽曲は今日は終わりにしたいと思います。かけがえのないもの、あ、なんか NHK の水の世紀が始まったっていうやつのテーマ曲らしいんですけど、まああんまりあんまりとか言っちゃいけないよね。あの記憶がもうないですね。でこの曲なんか昔自分が好きだったみたいで、なんかね、あの下手くそな字で形式を分析してあるんですよ。なんか AABA とか書いてあって、なんかなんでしょうね、当時そんなピアニストなんか目指してないはずなのに、なんかやってありますね。よし、じゃあとりあえず弾いてみましょう。あの水の世紀が始まったっていう、なんていうんですか、番組なので、すごくこうみずみずしい感じの明るい曲になっています。まあできるだけ頑張りますが、はい、じゃあお楽しみください。Thank you.
か嘘を引きましたけどね、気にしないでください。ちょっとおかしいとこはあったんですけど、あ、やっぱ知ってる曲だったんだ、知ってる曲でさらに染みましたって書いてくれてあるんですけど、やっぱそうだよな、うん、なんかねどっかで聞いたことあるんだよねって僕も思ったんですありがとう癒しですか、癒しになってますかさあ、じゃあまた西村由紀恵さんどっかで出てくると思います。またリクエストがある、リクエストっていうかね、あれば、持ってる楽譜が全部古いんですよ古いんですよとか言っちゃいけないな。すごい、もう一個の楽譜の方はね、初版が1992年って、僕が生まれてから、生まれた直後、多分聞いていただいている方の中には生まれてない方も多いんじゃないですかね。うん、あ、この曲弾いたな、懐かしい曲がいくつもありますけど、さて、じゃあ西村由紀恵さんはまたいつか出てきてもらいましょう。もし聞いていただいている方でいいなと思った方はぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。急にやるんでね、本当に時々いきなり入って、時々っていうか今日もそうなんですよね、多分スタートする 2時間前じゃないな、2時間弱前にね急に設定して始めたので知っていただけると多分見逃しがなくなると思います。じゃあ次行きましょう。はい、この前いつだっけな、やったの金曜日ね、ディズニーちょっと弾いたんですけど今日スペシャルすぎないって、いや多分それは西村由紀恵さんの曲がスペシャルなんですよ、僕別に楽譜みたいなやってるだけなんでこんばんは、はい、こんばんは、 あなるほど、さあどうしようかな、西村由紀恵さんはまた今度やりますから、なんか意外とって言ったら失礼な、評判がいいみたいなんでやりたいと思います。さあ、じゃあディズニーに行きましょうか。この前にディズニーね、無茶っていうかいきなりやりすぎてもう全くもうねちゃんと弾けないっていう事態に陥ったわけですよ。さあ一応ねちょっとディズニーは持ってるので楽譜をいくつか、ちょっと持ってきたんですが、あ、そう、今日実は朝早く散歩してたんですよね、散歩ってしたんですけど、その時実は僕パーカーを着ててですねめちゃくちゃラフなというか、なんていうのかな、こんなジャケットなんか着てなくって、うん、でそのままねいようとしたんですよ、まあ実際そのまま過ごしてたんですけど、何が言いたいかっていうと、これピンマイク買ったというか使ってるじゃないですか、ピンマイクねパーカーにつかないことが判明してどこにつけんのこれ、いや絶対無理だよな、どうやってつけたらいいんだろうってやってるうちに、なんていうのかな、時間は過ぎてですね、あ、もういいや、こうなったらジャケットを着てしまえということになったんですね。ピンマイクってどうするんだろう、もしもパーカー着てたらね、ちょっと分かんない、どうするのかな、ちょっと分かんないや。さあ、でディズニーですよね、ちょっと、まあ、実は候補を挙げてきたんですけど、少し聞いてみたいと思います。笑ってる、多分これジャケットのことかな、パーカーのことかなきっとそうだよねこれね、うん、多分そうだと思う。さあ、そしたらちょっと待ってよ、そうで、何をするかっていうと、
曲ね、曲を探したんですよ。これは実はディズニーシーの、いつのやつだろうね、わかんないや、ディズニーシーの曲を曲集として出版してる楽譜なんですけど、なんていうんだろうな、そのディズニーシーに行ったことがある方なら、なんかそのなんてエリアの名前ってわかります？アメリカンウォーターフロントとか、ロストリバーデルタとか、ミステリアスアイランドとか、マーメイドラグーンとか、アラビアンコースト、あと何があったっけ、ポートディスカバリーか。なんかディズニーのことがなんか詳しい人みたいになってるけど、そういうところで流れているなんていうのかな、テーマソング、テーマソング、ソングなのかな、テーマミュージック、わかんないや、があって、それがここに載ってるんですよ。それから選ぶっていうこともできますし、まあ、逆にこれまでみたいにね、アニメ系のアニメの中、ディズニーアニメだけですけど、で使われている曲を持ってくるということもできるんです。なんか希望ありますか？ちょっと聞いてみようかな。まあコメント恥ずかしくない方でいいですよ。ね、一方的にやってると悲しくなってくるんでね。ぜひぜひぜひ参加してください。テーマポート、うん、エリアの音楽を弾くのか、なんて言うんだろう、アニメの中で使われてる曲をやるかというとこですね。特に何もなければ勝手に決めちゃいますけど、どうでしょう。いや、なんかファンタジアありますか。ファンタジアってなんだっけ。ファンタジアって映画か。そうだね、映画系だ。ファンタジアの曲ってあるのかな。ファンタジアとしてここにあるのはないんですけど、ちょっと待ってよ、楽譜がなんかねごちゃごちゃになってわけわかんなかった。この辺に見たっけ。ちょっとわかんないですね。あ、こっちの方にあるか。ちなみにこれ、ディズニーファン読者が選んだディズニーズベストオブベストって書いてある。ここになんか何があったかな。この前ここから弾いたんですよ。あ、ファンタジアじゃないよ、ファンティリュージョンがあるんだ。ファンタジアはないな。アンダーザシー、テンション高いっすね。テンション高いね、それね。めちゃくちゃ高いじゃん。いつか王子様がとか。ちょっとこれ後でやってみようね。パッと見ね、弾けそうだったんで。アンダーザシー、ちょっと待ってよ、どっかにあったぞ。あ、マーメイドラグーンシアター、マーメイドラグーンシアターね、うん、で入ってきてるのか。よし、じゃあ決めた。その辺はまた弾きましょう。アンダーザシー弾けるかな、早いからな。今日はそのテーマポートの音楽に行ってみましょうか。テーマポート、ポート、うん、ポート、ディズニー皆さんきっと好きですよね。好きですよねとか言って、うん、ディズニーシーですねこれね。ディズニーシー今なんか多分確かあれ建設中ですよ。なんだっけ美女と野獣じゃない、違う、アナ雪か、あれ、うん、なんかやってますよね。まあ、そこはもちろんないですけど、じゃあ、マーメイドラグーンで流れてるかな？マーメイドソングって書いてあるので、まあ、きっとそこでしょう。弾けるかな？
ちょっと弾いてみたいと思います。じゃあマーメイドソングからいきましょう。こんな曲かとか言っちゃった。なかなか難しい曲でした。テーマポートだとメディテレーニアンハーバーが好きです。確かに、あの入ってすぐの何でしょう、こう視界がね開ける感じいいですよね。特に朝行ったら一番いい感じというか、すごくわかります。あれでもメディテレーニアンハーバーないじゃん。なんで？メディテレーニアンハーバーって曲ないの？いや、ないわけはないと思うんだけど、残念。あとね、何があったかな？アラビアンコーストもありますね。でもちょっとこう、なんかあのアラビアンな感じだまあ、それでもいいんだけど、全然。あとは、なんだっけ？ポートディスカバリー、ポートディスカバリー、そう、あの近未来のとこですよね。あのなんだっけ、アクアトピア、あとエレクトリックレールウェイが通ってて、あなんだっけ、何があったっけあそこ、あストームライダーが昔あったんだ、今にもか、そのあたり、あ
あと、ロストリバーデルタ、これはインディ・ジョーンズとか、レイジング・スピリッツがあるところの曲もあります。ちょっとこれはあと1曲ぐらいにしようかな。それかまあ弾かずに別のとこ行ってもいいんですけど。どうしよう。マーメイドソングやったんだから、フレンドライクミー聞きたいです。フレンドライクミーってなんだっけ。ちょっと待って。フレンドライクミー、ここに載ってないのか。フレンドライクミー、あれか、わかった。あれ、わかってないかも。ちょっと待って。フレンドライク、わかったとか言ってわかってない、どっちだよって感じ。フレンドライクミー、どっかで見たな。ディズニーの曲はテンション上がりますね。もう本当にそうですよ。もう行きたくなる、行きたくなるとか言って。あ、あったか、フレンドライクミー、あったあった、これか。タラッタタランタンタンタ。これね、難しいんだわ。めちゃくちゃ速いな。タタテテタタタタテタタラッタ。弾けないよ、こんなのね、多分ね。多分これ、また準備しますっていうかも。ないの何かってね、これね、上級編 よくある初級、中級、中、上級、上級って言って、上級編を買ってるので、なんかね、初見難しいんですね、これ。ちょっとフレンドライクにはまたちょっとコントにしよう。無理だ、これ絶対止まる、止まる自信しかない。すいません。じゃあ、今ちょうど、メディテレーニアンハーバーが好きですでもなくて、ここに曲がなくて、フレンドライクミーってこれアラジンだよな。だから、アラジンのアラビアンコーストの曲にしましょう。聴けるかな？ちょっとわかんない。やってみよう。アラビアンコーストの多分テーマポートの音楽だと思います。いきなりなんかね、これまでやってきた、なんて言うんだろう、癒しの感じがなくなってしまいますが。いけるかな。ちょっと待って、こんな難しいとこ。 じゃあ、アラビアンコーストの曲、もうだからもうディズニーに行ったと思って聞いててください。今なかなか行けないですよね。5000人だったっけ、制限があって、チケット争奪戦がありね、あんなのサーバーダウンしてるし、大変ですよ。大変ですよとか言って。 はい、じゃあアラビアンコーストを弾いていきたいと思います。Thank you.
想像以上に難しかったです。うん、なんか途中早かったしこんな早かったのね、これ知らなかった。さあ、じゃあこの辺でテーマポートの音楽は終わりにして、もうちょっとディズニーやっていこうかな。でさっき何があったんだっけ、アンダーザシー、あそこフレンドライクミが難しいですよっていう話があって、どうしようね、弾けそうなやつ、弾けそうなやつとか言っちゃいけない。あれ、さっきこれコピーしたんじゃなかったっけ、ちょっと待ってよ。何がいいんだろうね。王子様、どこだっけ。王子様ってあれかな、さっき言ったやつかな、いつか王子様かな。確かね、いつか王子様がはね、いくつかエディションが、エディションじゃない、楽譜があって、こっちにもあるな、68ページ。どっちがいいんだろうな。そうだね。まあ、多分こっちの方が原曲っていうか、ディズニーなんだっけな、これディズニーファンっていう動画じゃない、雑誌の編集部が協力してるので、こっちの方がよりいいかなと思います。じゃあいつか王子様が弾いてみよう。ちょっと待ってね、弾けるかな。よし、やってみよう。短かったっけ？なんかもうちょっと続くイメージがあったんだけどな。あれおかしいな。そういうことですね。
っと弾こうかな、どうしようかな。あの実はクラシックもちょっと用意してるんですよ、うん、しかもあの聞きやすいやつをね用意してある、してあるんですけど、どうしようかな、そっちもかんやろうかなと思うわけなんですが、まあ、でもディズニーまだあんま弾いてないもんね。簡単なやつがあればいいんだけどな。お、拍手ありがとうございます。たたてたたてたてた。なんかね、僕はアニメあんま詳しくなくって、ディズニーアニメに、あ、シベリウスの予定、シベリウスってモミの木のことかな。シベリウスね、とか なんでそうぴったりこう来るんでしょう。今日北欧シリーズにしようとして、シベリウス印刷したのか、それか iPad で見ようと思ったのか、どっちかちょっと覚えてないんですけど、あるんですよ。あとグリーグが入ってるはず。グリーグたくさん入ってる。ここに4曲ぐらい持ってきてあるんで、それをね後で弾いていきたいと思うんですけど、シベリウス楽譜コピーしなかったけど、弾けます、弾きます、弾けます。あのモミの木、モミの木ね、まあ、もみの木のことを言ってるのかなっていう気はするんですけど、おお、なんか反応が、うん、もみの木だったらね、すぐ弾けますよ。楽譜さえ見つかれば。ちょっと待ってください。なんだっけ、あ、シベリウスね。シベリウス。クラシックってみんな何が聞きたいんだろうっていつも、あの思ってるんですけど、なんかありますか。なんかね、クラシックを弾いてる身からするとなんかいろいろ思いつきすぎちゃって、うん、どれがいいかねよく分かんなくなっちゃうっていう。もみの木ちゃんそうです、もみの木ちゃんです。もみの木もみの木やっぱ人気だな、人気だな。モミの木だったらね、これはもうお得意じゃないな、あのと、うん、でも得意なんで大丈夫。まあじゃあそれをまた後でやりましょうか。北欧シリーズでね、やろうと思うんで、どうしましょう。ディズニーもうちょっと弾いた方がいいですかね。一応なんかどっかで選んだはずだけど覚えてないんだな。ディズニー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 、なんか開いてあった、うん、何があるんだろう。そもそも美女と野獣、いつか夢、夢は密かに、小さな世界、カリブの海賊じゃない、違う、我こそは海賊、アトラクションになっちゃった。どうしようかな、ディズニー離れようかなとか思ってはいるんですが、一曲だけ弾くか、一曲だけ弾きましょう。何がいいかな。この前何弾いたっけ、ちょっともう記憶が、今はいつか王子様がを弾いて、いやなんかね、弾きたい曲は山ほどあるんですよ、ここに。うん、綺麗な曲をね作ってくれてあるので弾きたいんですが、いくらなんでもこれを練習なく弾くのは、うん。あれ、僕はもみの木じゃない、違う、間違えないと、もみの木じゃなくて、美女と野獣って弾きましたっけ、この前。パート・オブ・ワールド弾いたよね。この前いた方いるのかな、いるか。弾いたっけ、覚えてないな。
気がするな、やめよう。よし、じゃあいいや、もうクラシックに行きましょう。どういう順番でいこうかな。まあまあ自分の専門なんでね、クラシック、まあ弾きやすいというか、自分がこうよくわかる知ってる曲っていうのかな、持ってきたんですけど、まあ今日グリーグとシベリウス、あとまあドフナーリはすぐそこにいつも楽譜置いてあるんで弾けるんですけど、あんまり知らないですよね、ドフナーリね、きっとね。でもいい曲あるので、まあ時間が許す限り紹介をしていきたいと思います。どうしようかな、グリーグからいきますか。じゃあグリーグの叙情小曲集、叙情小曲集あってかな、から弾いていきたいと思うんですけど、いやでもね、全部しばらく弾いてないんだよね。叙情小曲集、すごくいい曲があります、綺麗な曲があります。ただし練習してません。どうなるかな。やってみよっか。途中間違えたら止まってやり直します。もうそうしよう。よし、じゃあいきなりいきますね。グリーグの叙情小曲集、たくさん、何曲だっけ、かなりあるんですけど、その1曲目オーパス12の1っていうアリエッタという曲があるので、それを弾いてみたいと思います。はい、こんな曲ですね。1ページだけなんですけど、すごく綺麗な曲、だと思います。叙情小曲集、さっき何曲あるかなって言ってちょっと嘘を言いないのでちょっと調べようと思うんですけど、あった、66曲。なるほど、全10週からな、10個の、なんていうの、シリーズからなっていて66曲あるそうです。いつだったかな、いつだったかな、時間は、日時は覚え、年は覚えてるんですけど、2012年の9月から12月に、フィンランドに行ったんですよね、行ったんですよ。で、短期留学していたんですけど、そこでなんていうかな、いろんな先生に習って3人の先生に習ったんですよね、ピアノソロだけで。で、この叙情小曲集66曲、全部録音した先生に継ぐことができて、結構見てもらったんですけど、まあ、これを弾いてるとなんかそんなことを思い出しますよね。いつだ、2012年だから9年前。おお、それはとか言って、何聞こうかな、次どんどん行きましょうか。あ、もう0時になっちゃった。まあだんだん終わりに向かっていきますけれども、さあ次はその次にある曲、2曲目、
これはワルツかな。ちょっと待ってね。この今度ワルツという曲ですね、やっていこうと思います。ちょっと暗めの曲なんですけど、勢いというかな、こう踊りの感じはありますので、ぜひ聴いてください。悲しい曲ですね。ちょっと悲しいけどワルツっていう、まあそんな曲をお届けしました。最後好きなんですよね。この暗いままでずっと暗い、なんていうかな、雰囲気できたのに、最後だけふっと明るくなって、やっぱり暗かったみたいな。いや、まあ決してネクラなわけじゃないんですけど、なんかこのなんていうかな、あの移り変わりがすごく魅力的だなと思います。さて、どれ弾こうかな、次。ちょっとこれはあまり弾いたことがないのでやめます。今持ったやつはね。さあ、次。あ、これもやめよう。次は。行こうかな。ちょっと暗いんですけどね。これはオーポスいつだったかな、オーポス後半の方なんですよ。すごく綺麗な曲です。あの悲しいけどすごく綺麗、なんか片言になっちゃった。悲しいけどとか片言になっちゃったけど、まあいいや、あのそんな曲です。はい、ではバラード行ってみましょう。
な曲でした。非常にね暗い感じの、ん、英語のコメント、 Beautiful、 oh, Thank you very much。 どこの国の方でしょうね。さあグリーグ、1,2,3 曲お届けしてきましたけれども、シベリウスを弾くタイミングなくなっちゃった、どうしよう。最後シベリウスで締めようかな。ちょっと1曲だけでも、これ僕の大好きな曲お届けしたいと思います。グリーグの曲で、ふるさと、ふるさとにてかな、ふるさとでいいと思うんですけども、 In my native country って書いてあります。それが実はこれ思い出の曲で、なんて言うんでしょう、まあ、話すと長くなるんであれなんですけど、あのフィンランドに行った時にちょっとこう、なんていうかな、日本というかね、地元のことを思い出した時にこの曲に出会ってみたいな、あの別に作った話じゃないですよ、こういうそういうことがあって、あのなんて言うんでしょう、よく向こうでも弾いてたんですよ、あのコンサートで弾いたりですね、あのしたんですけども、それを弾きたいと思います。じゃあグリーグの、叙情小曲集より、ふるさとにて、グリーグの、リリックピースズ、In My Native Country という曲をお届けします。こんな曲でした。非常に美しい曲、もうこの曲を弾くたびに留学したフィンランドに、ね、行った時のことを思い出すっていうことなんですよね。これあれかな、日本人じゃない方もいるのかな、なんかね、英語で言った方がいいのかなと思ったりするんですが、まあ、いっか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 
ちょっとコメントでやってみましょう。やめた。コメントめんどくさいや。めんどくさいとか言っちゃいけない。またコメント来た。今日演奏していただいた曲の中で一番好きです。本当にいい曲なんですよ、これ。ね。なんか、思い出すしか言ってないやさて、グリーガーこれぐらいにしよう。シベリウス希望したの誰だっけ。まだ起きてるのかな、大丈夫なのかな。起きてるんだったらちょっとシベリウス一番最後にしたいんで別の曲弾きたいんですけど、いた、起きてる。一応聞いてみよう。英語だけの人はいるかどうかね。じゃあシベリウス後に回したいんで、ホナに弾いていいかな、いいかなとか言って久しぶりにね、この綺麗なドホナニを弾きたくなったんですよ。まあ今年の3月で博士号を取ったわけなんですけど、その時の一番最後のコンサート、学位審査演奏会っていうんですけど、それが非公開になっちゃったんですよね。でもうね、人前でこう最後華やかに言ったら変だな、聞いてもらって試験を兼ねた演奏会みたいな感じでやろうとしたんですけど、それができなくなっちゃったんで、すごくショックでショックでとか言っちゃよくないけど、ショックで、ぜひこの曲知っていただきたいので、ちょっとね、長めですけど、5、6分かかっちゃうかな、なんですけど、ちょっと弾いてみようと思います。でその後に、シベリウスのもみの木を弾いて今日終わりにしようかなと思いますね。なのであと15分くらいで終わると思いますけども、あと2曲弾いていきたいと思います。では弾く曲はですね、ドホナーに僕が研究してる作曲家なんですけど、そのハンガリーボッカっていう曲あります。ここに楽譜があるんですけど、こちらの1曲目を前回弾いたんですよ、金曜日にね。なんで今度はその3曲目、これね、ほんと綺麗だと思いますよ。思いますよとか言って自分でハードル上げてるけど、すごく好きなんです。なんで、ちょっとこちらを弾いていこうと思います。だいたい5分、6分ぐらいだと思いますが、はい、じゃあ弾いていきましょう。ドホナーニのハンガリーボッカ、ルライア・フンガリカっていうね、言葉がついてますが、それがハンガリーボッカっていう意味での、中から第3曲目、です。comment. It's okay. I enjoy your music. Oh, thank you very much. So I play one piece composed by Dohnányi Ernő, who is a Hungarian composer. And yes, the name of the piece is Ruralia Hungarica. It's a piece based on the folk songs in Hungary, Hungarian folk songs, and it is very beautiful, so I will play the third one.
Thank you.
5、6分とか言ってて8分ぐらいかかってますね嘘ばっかり。以前2台ピアノの演奏をされていた方ですよねっていうのは、はい、確かにしてましたね。2台ピアノ、あの大学の頃から始めて、あのいろいろやってるんですけど、大丈夫かな、大丈夫でしょうか。さあ、綺麗なドホナーニの曲をお届けしましたが、もうね、そうそう、時間が時間なんで、あの結構僕夜型なんて全然いけるんですけど、あの時間が時間なんで、最後に、終わりに向けてというかね、していきたいと思います。最後はシベリウス、シベリウスね、シベリウスです。まあこの曲も、地図水再開したらまた遊びに来てくださいね。もちろんもちろん行きますよ。再開、そっか、今吹奏楽とかもダメですよね。ダメっていうか、うん、結構大変な、やるには大変な感じかなって思うんですけど、うん、はい、ぜひ伺います。さてさて、じゃあシベリウスね、行きたいと思います。シベリウスのもみの木、まあ今時期からしたら全く正反対、5月の今日何日だ、10日だから、うん、見事に正反対くらいのとこにいるんですが、あのすごく綺麗な曲ですので、もみの木を弾きたいと思います。楽譜か、そっか、楽譜出さなきゃね、楽譜、楽譜、よいしょ。もみの木知ってる方結構たくさんいるんですかね。まあ有名な曲なんですけど、学生の時生演奏を聴かせていただいたんです。どういうことだろう、いつだろう、ん、それは大学でっていうことなのかな、なんですかね、大学でってことですか、違うか、私が学生の時だから僕が学生とは限らないですよね。うん、そっかそっか、勝手に自分が大学とか言っちゃった。まあ今ネットでこうやってやってますけどね、早くこう普通にコンサートにね、来てくださいっていうことができるような状況になってほしいなと思いますけども。さあ、じゃあ最後の曲ですね。ちょっと待って、シベリウスでもこれ久しぶりに弾くな。まあいいか。さて、じゃあシベリウスのもみの木いきたいと思います。 So I play one piece by Sibelius, who is a composer in Finland. It is very beautiful and I like it very much, and I think many pianists play this one, but this is very special piece for me. So enjoy. Ah, 待て待て。私が高校生だったので5、6年くらい前です。5、6年くらい前。ってことは僕が大学卒業した直後くらいか。そうですね。卒業直後じゃないな。1年後とか2年後とか。ああ、なるほど。その頃だったですね。確かにその頃2台でやったかもしれない、2台かな、分かんない、覚えてないけど、うん、さあ、じゃあ、シベリウスの楽曲いきたいと思います。Thank you.
もみの木をお届けしました。まあ、いつ聞いてもこう深く染み入るというか、そんな楽曲だなと思いますね。まあ、もともと自分がこういうなんか暗いというか、暗いというかな、哀愁が漂うと言ったわけかな、そういうあの曲が好きなんで、まあ、こういう曲みんなね、あのみんなねとか言っちゃいけないんですけど、この小曲っていうものを結構おろそかにしがちなんですよ。 2,3 分の曲とか、さっきの叙情小曲集もそうですけど、おろそかにしがちで、なんかどうしてもみんなこうなんていうのかな、10分を超える曲とか、なんか30分超の曲とか、そういうものをこうなんていうのかな、見ちゃう、練習じゃないや、勉強しちゃうので、こういう曲忘れ去られちゃうっていうか、ね、あんまり惹かれないんですよね、学生の時には。でもやっぱりこういう曲ってすごく大事だと思うので、弾いていきたいなって思うんですよね。あ、拍手。 Thank you very much。 ジェインかな、発音が合ってるか分かんない。さて、さあ、こんな感じで、どれくらいライブ配信してるんだろう、どれくらいしたんだ、2時間弱かな。あ、拍手ありがとうございます。まあ、これからね、また、まあ、この前ボリューム0って言って、一番最初、本当に人生初めてのライブ配信やってみたんですけど、今回もうボリューム1っていうことで、わずか中2日でやりましたんで、きっとまたね、また拍手ありがとうございます。またやると思いますよ、すぐに。ぜひ、多分また急にやりたくなってやるんで、聞きたいなとか楽しかったなって方は、ぜひチャンネル登録を、してください。もみの木を聞くために起きていてよかったです。その言葉ありがたいですね、ありがとうございます。そしたらもう今日は終わりということにしたいと思いますけれども、風景が思い浮かびました。おお、素晴らしいコメントありがとうございます。やっぱね、この曲、シベリウスが、なんだっけな、自分の家の前の庭みたいなところで作ったんだったかな、ちょっと記憶がない、曖昧ですけど、で、僕そこに行ったんですよ、シベリウスの家っていうね、アイノラっていうところがあって、そこでこうシベリウスのお墓もあるんですけど、なんかそこでこう外にね、ずっと数分間立ってこう、なんていうかな、ぼーっとしてたんですけど、まあ、一人でね、なんか怪しい日本人だと思ったかもしれないですけど、まあ、そういうことしてて、まあ、そのことをちょっと思い出しますよね。フィンランドの曲、まだまだいい曲あるんで、またこれから紹介していきたいなと思います。シベリウスだけじゃないんですね、クーラとか、メリカントとか、いろんな作曲家いるので、それも紹介していこうかなと思います。ドホナーにもぜひ忘れないでくださいね。あの曲実はオーケストラに編曲されていて、すごく色彩感豊かな曲になってます。まあ、そのあたりも、まあ、オーケストラ弾けない、一人じゃできないんで、聞かせるっていうかね、こう配信できないんですけど、またいずれね、日本でできたらなと思うので、また楽しみにしていてください。では終わりにしようと思います。 So I will finish this performance soon. Thank you so much for watching today. If you like it, please subscribe this channel and hope you come here again. Thank you so much. さて、では終わりにしたいと思います。もうこんな時間になりました。まあ、僕は多分まだ起きてるんでしょうが、この時間までお聞きいただきありがとうございます。また多分1週間経たないくらいでね、やると思うんですけども、ぜひ聞きに来てください。それではまた次のライブ配信かな、その時に、お会いしましょう。ではまたその時まで。